うも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は、ようやくですね、再販日、やってきましたね。鬼滅の刃の富岡義勇さん。いやいやいや、これ待ちわびましたよね。今、定価めっちゃ高いんですよね、最初のやつ。いや、そしたらですね、こちらの方ですね、やっていきたいと思いまーす。はい、そしたらですね、まずですね、鬼滅の刃、富岡義勇さん。こちらの方ですね、やっていきたいと思います。いやいや、よかったっすよね、あって。なんかなくなる気がして、もうたまなんですけど。とりあえずですね、DC をしていきたい。おー、いいね。おーっと、とっとっと。ちょっとこれは想定外でしたけど、とりあえず右爪で手前引っ掛けて、バターンできるかどうかですよね。さあ、来いよ。来いよ。あー、これは完全に。下に重心がある感じ、もしくは箱裏にある感じですよね。そしてまあ、手数がもったいないんで、とりあえず倒していきたい。いけ！いや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 倒れやんだな、これは。まあ、もうちょい置くかな。今までちょっとかかってなかった気もするんで。これで倒れると思うんですけど。よし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 。おっと、これやったら、右奥が手前側に来とるんで、左側で爪をかけてったら、これ。箸にはまるんちゃうかなって気がするんですけども、おお、いいねいいねいいね、完璧。あとはもう回せるかどうかの力なんですけど、あ、ちょっと待って、場所間違えたわ。これ変な動きすんなよ。おお、危ない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 、とりあえず危なかった。まあ、ええ形には持ってった感じはするんで、右を描いとるんで左爪ですね。いけ、よしよしよし、いいですねいいですね。これもう一発一緒のとこですね、やってったらどうなるかですね。これでいってほしいな、できれば。よしよしよし、オッケー、いいですね、やったよ、オッケー、義勇さんゲットっす。そしたらね、鬼滅の刃富岡義勇、こちらの、ね、再販のフィギュアゲットです。さあ、次いきまーす。そしたら次ですね、無惨様の子供の時の姿ですね。こちらのやっていきたいと思います。まあ、こちらもね、一緒のような感じで BC でチャレンジしていきたいと思います。おー、いいねいいね。とりあえず、右爪でいこうかな。さあ、ここの動きでどうなるかですけど、おい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 、思っとった動きと違うぞ、これは。この形になったらちょっとやりたいですよね。隙回し。いけるかどうか。あー、ちょっと失敗した。もうちょっとあれか。違うな、場所が。まあ、ちょっと手数も増やしたくないんで、とりあえず、真ん中キャッチのバランスキャッチ。やっていきたいと思います。いけるかどうかなんですけども。おー、敵がどう動くか。いや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 。これ届くんか？届いてもこれどうなんやろな。手前持ってこれるかなんですけど、奥がいっぱいいっぱいやったら、あ、これはやばいぞ。やばい感じがするぞ。あー、陳列。っていったところでですね、無惨様諦めました。でですね、まあ、呪術廻戦のパンダ先輩ですね、こちらやっていきたいと思います。こちらで機能出とるんですよね。ちょっとね、延期になって、あ、機能になっとるんですけど。おー、いいねいいねいいね。いいじゃないですか。でですね、まあ、全力造形のパンダ取り合うんだっすけど、このパンダは残っとったんで、絶対取っていけないんで。奥側ですね。いけ！おー、いいっすねいいっすねいいっすね。まあ、こうなったんで、とりあえず右奥ですよね。ここで端にはめていきたい。斜めはめになってくれたら正直嬉しいです。来い、おー、来た来た、おー、いいじゃないですか。まあ斜めはめじゃないですけど、縦はめで進めていけそうなので、とりあえず左奥ですね、順当に縦はめ要領でちょっとやっていきたいと思いますね。おー、あれ。今コテってなったな。そしたらもう一発同じとこですね、ちょっと寄せ気味で、まあまあまあ、あんまり変わらんけど、もう一丁やっていこうかな。
さあここで動くか動かんかで変わってくるぞ。うけ、おお、いいね、いいね、まあいい、でいい感じになったんじゃから。とりあえず左手前開いたんで右奥ですね。こちらでとりあえず持ってけよ、持ってけよ、いけ、おお、この形っすか。そしたら奥へズリズリしていきたいなと思うんで、下角ですね、ここ取れるかどうか。ちょい待ってよ、ちょっと待ってよ、あ、抜けたとりあえずちょっと抜けましたねっていうことで、とりあえずもうちょい奥ですね、今の感じで奥側ちょっと。さあ奥へずるっと、いやいやいや、ちょっと待って、いや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 、ちょっと違うんですけど、ちょっと理想と現実がかけ離れてしまいましたね。いやいやいや、とりあえずまあ設置したんで振っていきます。おしよし、とりあえず開いたんで右奥ですね、やっていきましょう。さあ動きはどうだ、いけ、おお、かなりこれかかり深いんで一回押してみますか。とりあえずこのフィギュアは押して取りたいと思います。いけ、あー、ダメですね。まあでもね、だいぶかかり少ないですね。これもう一発いったらいけるんちゃう、いけ、いやいやいや、もう一個、もう一発、押し切れ、おー、いいじゃないですか。もうほぼないっすね、かかり。次押したらいけそうな感じはするけども、どうでしょうか。よし、よし、よし、オッケーですね。久々の月で取りました。そしてですね、呪術廻戦パンダ先輩ですね、こちらのフィギュアゲットです。そしてね、もう一発いきたいと思います。はい、そしたら次ですね、ドラゴンボールスーパー映画の方ですね、映画のフィギュアの DXF の悟空じゃないですね、ご飯ですねとりあえずまあパワーの加減を見ていきたいと思います。おー、強い強い、おー、いい感じですねこれいい感じだったんで、左手前ですね、これで縦はめにしていこうかな。とりあえず右が奥出てきとるんで、来い、おお、いいっすね、斜めはめ完璧っすね。あとは完璧とは言いましたけど、パワーの加減で変わってくるんで、とりあえず右で回せるかどうか。さあ持ってこいよ、いけ、おお、まあ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 、お、でもいいんじゃないですかこれ。銀のところにバー乗ったんで、バーは乗ってないですね、景品ですよね、フィギュアが乗ったんで奥ずり上げで、あー、ちょっと奥すぎましたね、かかりが悪かったですね今そしたらまあさっきより手前ですねにして、ずるっと上げていきたい。さあ持ってこい、よし、よし、よし、オッケー、いいですね、今ずるっといきましたねそしたらですね、ドラゴンボールスーパー孫悟飯、こちらの DXF のフィギュア、こちらのゲットです。そしたら、うちに帰りたいと思います。はい、そしたらですね、本日は鬼滅の刃の再販、富岡火球のフィギュア、そしてですね、呪術廻戦のパンダ先輩のフィギュア、そしてですね、DXF のドラゴンボールスーパー孫悟飯ですね、こちらの方ゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですね、していきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、うちに帰ってきました。そしたらこちらの鬼滅の刃の富岡牛さん、再販のフィギュアですね。こちらの方と、DXF のアルティメットご飯、こちらの方。そしてですね、呪術廻戦のパンダ先輩、こちらの方ですね、呪魂の方、こちらの方ですね、開けていきたいと思います。そしたらまずですね、富岡牛さん、こちらの方を上開けていきたいと思いまーす。はい、上の方ですね、開けていきました。まあ中身はね、そんなに動かん感じで、重心自体はこういう形でね、置かれとったっていうのはあるんで、箱表上ですね、っていう感じになりますね。そしたら次ですね、アルティメットご飯、こちらの方ですね、開けていきたいと思いまーす。はい、上の方ですね、開けていきました。まあ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 、ピッコロと同じような感じですね、入り方自体は。まあこの形かなり酔っとる感じですよねいや、まあいいっすよね、こういう入り方もたまにはそしたらですね、次
呪術廻戦のパンダ先輩、こちらの方上開けていきたいと思います。マジっすか、もうがっつりパンダ先輩ですね。パンダやん。で、これなんでか知らんすけど、これ上にかぶさった感じですね。なんやろこれ、ダンボール。いやー、普通に見たらパンダっすね。いやー、いいっすね。そしたら次ですね、富岡義勇さん、こちらの方ですね、出していきたいと思いまーす。はい、富岡義勇さん出していきました。いや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 、これはいいっすね。いや超感動っす。いやー、とってよかった。てか、あってよかった。てか、炭治郎がないのがちょっと残念でしたけど、まあ、アソートがね、少ないらしいんで、まあ、なんとも言えやんすけど。そしたらですね、次、ドラゴンボールで、ご飯ですね、こちらの方出していきまーす。はい、ご飯ですね、出していきました。いやいやいや、いいっすね。いいじゃないですか。ちょっと顔は、あー、いいっすね。覚醒した感じのやつですね。やったと思うんですけど。そしたら次ですね、呪術廻戦パンダ先輩、こちらの方ですね、出していきたいと思います。がっつりパンダですね。いや、しない人からしたらこれもう全然わからんですよね。パンダ、ガチのパンダやと思うっすよね。いやいやいや、よかったっすねこれ。そしたらですね、こちら3体ですね、組み立ての方していきたいと思いまーす。はい、そしたらですね、こちら3体組み立ての方ですね、完了いたしました。いや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 、いいっすね。うわー、いいっすね。いやー、富岡義勇さん、いやー、これは確実に下に飾る感じになります、僕は。いや、これは置きたいっすよね、柱と一緒に。でですね、次ご飯ですね、こちらの方。いやー、いいっすね。映画見に行きたいんですけどね、ちょっと時間がなさすぎますね。でですね、呪術廻戦パンダ先輩。いやー、このパンダめっちゃいいっすね。しかもですね、めっちゃ重たかったんで。いやいや、これはいいっすね。最強っすね、三大アニメ。そしたらですね、本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでも良かったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。